うまくやって10万人が月額200円を投じてくれる、場合。それでも月額での最大、それは2000万円程度でしかないわけだ。1分2万円最大、その時 16.6 時間くらい、その分しか月額で購入はできない。5分動画なら200本、でも日に換算するなら、日に6、7本前後が最大ではある。ニコニコ動画で今の投稿数なのは多分換金、その可能性は低いからだ。それがお金になる?とした時に、その洪水は果たして。一応今の査定制度では、クオリティの保証はし得る可能性は高い。いい動画しか買わない。のなら意地、それにも巧妙は見えようか。旧ソフトバンクのそれは、クオリティの査定に無理が出た、という面は多分。それは試練か、あるいは罠か。大衆は神である。その思想は、旧来のカルトを全否定し、人気だけを、問う。